だ米だ米だ1米だ。皆さんこんにちは、 SK48 の松村かおりです。なんと8月1日に行われた AKB48 グループ感謝祭ランクインコンサートにて生ドキリをされました。まあ、いくつかね、私も YouTube に動画を上げているわけなんですけども、今回はいつもとテイストを違った返事をしてみたので、よかったらぜひ見てみてください。それでは私の生ドッキリ映像スタートです。どうぞ。松村かおり感謝祭スタート。歩いて帰る、でも本当にこうね、演出家の方たちとか舞台監督さんチームが私にぴったりの、まあ、ドッキリ演出をしたいということで、なんか落とし穴っていうのを考えてくれたみたいなんですが、ユニット曲のブロックがあって、そこは35分ぐらいあったので、もうその間にシャワーを浴びて髪の毛を乾かして、もう一回髪の毛巻いてもらって化粧をして、またステージに立ったわけなんですね。一番最後の動画でずっとこうやった後に喋ってたと思うんですけど、ビデオカメラが吹っ飛んでいったので、ずっとビデオカメラどこってスタッフさんに言って探してたんですが、無事見つかりまして、しかも JVC さんのビデオカメラを以前 Twitter のやり取りでいただいたものを使ったんですが、もう内蔵バッテリーで、もう粉も中入ってなくて、でその後傷もついてなくて、もう本当にめちゃめちゃ頑丈で、しかも防水とかのタイプだったので、本当に今も問題なく使っております。最後にですね、手元に持ってたマイク、真っ白だったと思うんですけど、あのマイクは、もう二度と私の手元には帰ってきませんでした。あのマイクね、めちゃめちゃいいマイクなんですよ。マイクっていろんな種類あると思うんですけど、ほんとメンバーの中でもあの形のあのマイクが一番人気なんですね。軽くて持ちやすくて、踊ってても左手への負担が
めちゃめちゃ少ないマイクなんですよね。もうそれは1本お亡くなりになって、もういくらだろう、30、40万ぐらいかな、50万いってんのかな、めちゃめちゃ高いいいマイク、はい、後で音響さんに聞いたら、はい、もう無理ですって言われたので、私のドッキリにはかなりな、お金がかかっていたなと後日知ることができました。はい、こんな感じでですね、あの、いつもと違ったソフトでちょっと編集してみたんですが、まあね、あの動画をいつもみたいにあのくっつけてあげることは結構簡単なので、またこういう違った動画もこれからチャレンジできたらいいなと思いますので、皆さん楽しみにしてみてください。今日は長い間見てくださってありがとうございました。松村かおりでした。また見てねー。